寺原長期寺原長期から1912年12月23日は、日本の内務官僚、政治家、幹線県知事、貴族院直線議員、近景官志向、陽名、県スク、一時、そのだけの養子となる。墓所は、永平寺東京別院長谷寺。薩摩国伊佐郡大口里で、薩摩藩市、寺原洋右衛門の三男として生まれる。 1874年8月、陸軍省15等出資となり、台湾出兵収集のため渡り清した大久保利道に随行。1875年3月、警視庁14等出資となる。以後、小警部、中警部と昇進。鹿児島で、私学校生徒の暴発の危険性が伝えられ、1876年1月、同郷の同僚である高崎親商。 中原久浦20名と共に帰郷したが、私学校の生徒らに捕らえられ拷問を受けた。同年3月10日、柳原咲光直死により救出されたが、九州臨時裁判所の審理を受け、同年12月に無罪判決が出された。以後、県大警部、大警部、沖縄県二等警部、二等警視属、五等警視県二等、警察士、内局、第二課長、 4等警視権1等警察士などを歴任。1884年3月、内務省御用係、警保局勤務となる。以後、警保局、第2部保安課長、内務圏少書機関、警保局次長、内務省参事官を歴任。1888年5月、行政学研究のためドイツに留学し、1891年3月に帰国した。 1891年8月、滋賀県初期間に就任。1896年11月、内務省警保局長に登用された。1897年8月、監獄局長を兼務。1898年1月、第3次、伊藤内閣成立に伴い警保局長を退任。1899年2月、奈良県知事として復帰。以後、茨城県知事。 福岡県知事を歴任。1912年3月、福岡県知事を休職し、翌月に退官。同年4月2日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任。1912年9月4日、近急官司校となる。ありがとうございます。